こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。JNW パーソナリティのアンコロです。今日も海外で話題となっている日本に関する出来事をご紹介していきます。日本人の仕事に対する意識の高さは、丁寧さ、細やかさ、プロ意識などの面で海外でもよく取り上げられています。本日は、その日本人の特質が遺憾なく発揮され話題になったニュースをお伝えします。日本の警察の意外な特技が台湾の人気サイトで紹介され、非常にユニークであるとネット上は大いに盛り上がりました。名古屋市の麻雀店で換金可能なチップをかけて麻雀をしていたとして、経営者と従業員、それに客の男2人が逮捕されました。麻雀といえば、お金をかけて遊んでいる人が多いイメージを持つ方も多いかもしれませんが、日本においては賭け麻雀は違法です。賭けの対象が現金でなかったとしても、換金可能なチップを用いていたように、ゲームに金銭が絡んでいる段階で違法となります。この件がメディアで報じられるにあたり、警察は押収した麻雀台や牌などをメディアに公開。公開された映像では、親は国士無双13面待ち、左側に座る上茶は竜医僧の数暗行短期待ち。リーチ者の手牌はもしや大三元？いや、といった、麻雀を知っている人であれば気になって仕方のない、見栄えが大いに重視されたセッティングがなされていました。この陳列には、警察の遊び心が満載だとして、牌の並びが一時ネット上でトレンド入りするほど話題になりました。この件は、台湾の人気サイトでも取り上げられ、過去、日本の警察が同じように陳列した複数の綺麗すぎる作品を合わせて紹介したところ、大きな反響が起きました。日本人はこのような場面でもその職人気質を発揮するのかと多くの台湾人が吹き出してしまったようです。思わず笑ってしまった多くの方のコメントを集めましたのでご覧ください。海外の反応。真面目な場面で優れたユーモアを存分に発揮せんでいい。日本の警察は細部まで徹底してこだわる芸術家だった。日本の警察は押収物の陳列が本当に上手だよね。日本は何をするのにも美しいかどうかが問われる国だから。何なんだこの面白国家は。日本の警察はアーティストでもあるのでね。見た目も重視する。それが究極を追い求める日本の文化なのだよ。あんなことに時間を当てられるくらい暇なわけ？みんな13面待ちって言ってるけど、どういう意味なの？国士無双は唯一13面待ちで上がれる手役なんだ。マンズの1と9、ピンズの1と9、ソーズの1と9。あと、東南シャーペー白髪中の自牌をそれぞれ一つずつ持ってると、その13のいずれかの牌が新たに来た時点で上がることができる。なんで日本人はこんなことにも徹底してこだわるんだ？こんなの見せられたら笑うしかないだろう。だけど、警察が踏み込んだ時にマジであの状態だった可能性もあるぞ。だとしたら客側は相当ショックだよな。なんでわざわざ押収物を綺麗に並べる必要があるんだよ。上茶の人は竜医僧と数暗行短期もいける。短期で上がれればトリプル役満だな。ここまで来たらもう普通の展示会の光景じゃねえか。日本には押収物を並べる専門家がいるっていう伝説があるけど、これを見る限りどうやら本当みたいだ。これが職人精神ってやつか。役を知っているということはつまり日本の警察も麻雀で遊ぶんだね。日本人の美学が徹底して貫かれてるね。前に野球の用具とかタイヤを陳列してるのを見て、日本の警察には陳列のスキルがあることは知ってたけど、麻雀でまでやることはないだろう。もう麻雀宅売り場にしか見えない。日本の警察には間違いなく陳列のスペシャリストがいる。細部まで徹底してこだわるという点において、日本人の右に出る国民はこの惑星にはいない。まだ始まったばかりなのに13面待ちとか、ジャンキかよ。日本の警察は定年後にデパートの陳列係として働くといい。どうせなら中連ポートを行っちゃえばよかったのに。これはもはや芸術家による犯行だろう。警察が押収物をきれいに並べる理由は、事件をマスコミに広く取り上げてもらうためであり、美しい陳列はメディアへの気遣いなのだそうです。押収物が整然と並ぶ映像は、類似した犯罪を防ぐ効果がある気がしますね。とはいえ、
ただ並べる作業に細部までこだわって芸術的に仕上げてしまう警察の仕事ぶりは、まさに職人気質と呼べるものでしょう。